さあということでジャパンカップ北海道大会エキシビジョンレースなんとか間に合いましたね。さすが。これで電池入れて動かないとかなんかありえそうな感じもしますけどもね。さあということで北海道でございます、はい。ジャパンカップなんと7戦目、はい、はい。圧倒的に空力が勝っておりますけども一周は来ましたね、愛媛大会。あ、そうですね、なんか変えました夏休みがあって、まあ、いろいろね、変えたと思うんですよ、はい、変えた人、はい、はい、僕も変えました、はい、あもう一回いきますよ、はい、変えた人、はい、はい、はい、え現状維持の人ギャイってなんですか、ギャイってなんですか、ギャイって言いましたよ、ね、ガイが入ってて、ギャイじゃあちょっとガイさんのマシン紹介からいきましょうか、はい、ガイさんのマシン紹介、はい、ガイは壊れてるんじゃないこれ、大丈夫、壊れてない、壊れてない、もう電池交換するタイルボディが外れたんでリタイアですねボディこうなってたんですねそうです、後ろがこれいいじゃん、これなしで、いや最初はそう思ったんですけど、いいよそれ、ね、イグニションだからちゃんとね、イグニションにしてあげないとかわいそうです、いいか確かにね、結構こういう、いますいます、じゃあ今日はこれそうするとほら、ね、提灯がうまく大丈夫かなこれ、これでは一回も走らせてない、はい、あじゃあ新しく変わりました、はい、こうなりました、はいはいはい、いいね、軽量化した、いい軽量化したんですね、軽量化したんですね、はい、でさっきやってたのはあれなんですか、グリスアップ、グリスアップとあとちょっと裏見たらだいぶシャーシが汚れてたんでちょっとこれはそうお綺麗にね、綺麗にしようと、意外とあの、はい、我々屋外でもね、はい、走らせてますので、そうですね、意外と汚れるんでね、はい、皆さんメンチはしっかりしてください、あとは前を19から13に変えたぐらいです、あローラーね、あの、そう、あのどうしてもあのハリケーンコイルの、うん、ハリケーンコイルの手前のクイックエスで最近飛ぶようになったんで、よく目覚めましたね、少しでも高さを上げようと思って、あローラーそうね、そこから高さを上げようと思ったら、しかもゴムリンだ、そうゴムリンで滑り止めした上で、この上は何ですか、9、これ9ですね、あじゃあ順番に傾けば、ね、そうそう、まあ、全部当たるかなぐらい、そうピラミッドが、そうそう、なるべく今まで多分ここら辺で終わってたんですよ、うん、高さが、でもこのチューブスタビルのおかげでさらに上がったんだ、これだとグランピンチェンジャーの左の壁に当たる、そうそう、それがちょっとあるでもそれよりもだって登るよりもあそこでコンサートするよ、ま、確かに、そうそう、まず先に手前のセクションをクリアしたい、うん、なるほどなるほど、最後の1回なんかどっとでもなるんだろう分かった、じゃあ5コーススタートそしてじゃあ三野さんのマシン、はい、僕はねどれから行こうかな、はい、まずねサブローラー、シンプルになりましたね、あそうそう、 サブローラー、ね、サブローラー、はい、前のね19からねこれ14出た14のこの2回り以上ちっちゃくなってでちょっとね位置を結構ねこだわって変えました前にそうでそうあのついにこれつけたことによって、うん、あのお守りのね、うんお守りやったよ、スプリングの、 あの北海道から採用してたあのはい、はい、ブレーキ壁、確かに前回のスプリング飯行かずに7時間、ね、7時間ミニ四駆触ってましたね、出てきました、配信外でやってましたからね、はい、それをもうなくした、はい、あとねもう一個、もう一個、はい、今日トルクチェ、え、トルクチェ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 、別に今日トルク縛りじゃないですけど、もうその他トルク、トルク、おい、トルクの超速、トルクの超速、あら、あバイバー、これハイパーダッシュで超速、おお、これだってあの我々3人でちょっとご飯を食べてたんですけど、その時になぜかそこからモーターの話じゃなくて、あの何に使うトルクがいいなんだってすごい迷走した挙句、いややっぱりハイパーダッシュでし、はいはい、と思ったらトルクですか、だからトルクって言ったじゃないですか、起きるとこうわざわざ振ったの、あれは振りだったのか、ランチタイムのねもう心理戦ありましたけども、いろいろ試して、ここは負けちゃいけないのかな、マッハもやったけど、マッハもやったけど、トルクになる。いや結構ね、いやでも今日組み合わせが ABAB なんで、あそうですね、 ABAB はちょっとね、いろいろ難しさありますからね、意外とね朝やったけど、うん、早かったんですよ、へえ、あのあれです JC2024 トルク、あなるほど、じゃ あの我々トルク縛りでやったんですね、ですね、そのまま置いてあったんですか言い方言い方ここ出してくれ、これだこれだって、はい、運命の出会いですね、はい、運命の出会い、そして空力戦車これですよ、かけら
かけらじゃねえボディだよボディこれボディさすがにそこまで来るとボディと違う違うちょっと待って違うちょっといただけない違う違うこれがここにあるということですよ、はい、新しいボディが完成したんですよ違う違う違うリタイアじゃないニューボディニューボディ完成したんですよここに来て、はい、こちらですおデュアルリッチ面積が増えた確かに確かにデュアルリッチか何がこうやってつけてもこうやってそうそうそうあいいじゃないですかあいいじゃないですかこれこうやってつけてこれ一応ラインもねこう合う合う感じでしょほらほらでもこの場合上が飛んだ時点でいかにねあそうそういかに手を抜いてきたかってことですよねこれまでね違う外側の残った今までのね今までの話今まではもうあれなんですよここがここ外側をもう何も考えずにバスって切ってからボディ乗せてたからよくなかった右と左の長さ違くない右と左の長さが違うヒレっていうのあこれヒレですねはい新緑じゃないじゃん全然これこっちこの外側すげえ長いじゃないですかいやこれは伊藤さん、はい目の錯覚です。目の錯覚じゃない。目の錯覚。あの動画、画像見てね、皆さんに何かしていただけると。右が長い。どう見ても。まあ確かにだってこっちの方がタイヤの幅が狭いですよね。確かに。え？なんなら当たんじゃない。いや。ダメじゃん。え当たんない当たんない。あとボディの他に。あボディね。じゃあボディは。はい。まあボディはまあ変えたのと。あとですね。ブラシではなく。ピーパーツ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 。あのあれがついてます。これね超画期的でめっちゃ取り付けが簡単なんですよ、はい、もう FMA シャーシでここに、はい、バン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 バスプリントダッシュ。おお。3.7対1。おお。だスプリントつけるんだったら多分これはもうないとハリケーンが超えれない。はいはい。という結果。今のが振りだから。振りこれが覚えておいて。今の振り。ノンフィクションですから。ノンフィクション。ここにはなんかあるんですか。ローラーとか。ローラーは一緒です。一緒。ローラーは一緒。あのゴムリングローラーね、はい、下につけてグランピーでめくれないようにしてます。はい。ブレーキは。いっぱい貼ってます。ブレーキ難しいんだよな。ブレーキ。昨日からずっとブレーキが青、赤。はい、で下が、白2ミリです。これを3ミリに変えたらね、今ね前転しちゃったから2ミリが僕のマシンちょうど良さそう。ちなみに三つ野さんのブレーキは？ブレーキはいます。フロントが青の1ミリで、リアが、白の1ミリと青の1ミリ。まあちょっとなんとなく。あとね忘れてたんですけどここにねまたねなんかついてる重りを気づけばあれなんかこれ昨日取ってませんでしたなんか重りいらねえって剥がして取ったのはあ後ろリアの左に乗っけてたんですよ、うん、あ前の左も乗ってたんですよでもこれつけたなんか分かんないんですけど本当は右が重くなるはずなんですけど、うん、ロールしたりねうまくいかないでセンターシャーシーの目標上うまくいったんでとりあえずこれでやってみますなるほど了解しました結果オーライ、ね、結果オーライじゃあ結構どうなるか分かんないですね分かんない分かんないスプリントの人ハイパーの人トルクの人でブレーキがあったりなんかいろいろつけたり抜いたりして結構ボディが半分なくなったボディが半分急になくなった人もいるしさあそんなこんなで北野大地7戦目よろしくお願いしますはいお願いしますさあそれではね行きましょうかねさあさよならガイの後半ボディいきなりボディのバランスが変わりました MC ガイさあレスローがこういう形ですね、はい2コースから三園さん、3コースが空力さんで5コースがガイという形でのスタートです本日のスターターは竹原さんですしますはいさあ準備の方はできましたかよ OK ですねさあではスイッチを入れて始めていきましょうさあ北海道大会のレースが今始まりましたスタートさあちょっとスタート出した MC ガイがちょっと遅れたまずは1名トップの走り早いですね三つ野さん早いですねさあいいレース5コースまずはガイがクリアしましたさあここで空力さんが飛びましたさあ三つ野さんは残っているんですさあ三つ野さんがいい勝負だまずは先頭三つ野さんその瞬間 MC ガイさあここの着地見ないともいい着地をしているんじゃないかハリケーンコイルここでガイが追いついてきたガイはすでにねグランピー終わってますからねこのままここでガイがトップへと今変わってきたよっしゃ来たガイ
赤い初めての一勝となるのか。さあみんなの応援をされている中 MC 界がファイヤーラップに入ってきた。ここはガシャ来た。一度の差も後ろだった。ガイはもうグランプ終わりましたからね。ここで着地をしっかり決めてガイがゴール。ありがとうございます。 MC ガイ7戦目にて初勝利となりました。頑張った。苦節7レース超嬉しい。ガイさん勝ちましたね。よかった。やっとし初一勝。いや危なかったっすよ。初一勝。初一勝。もうあの興奮しすぎて日本語だいぶおかしいです。初一勝。ちょっとなやっぱ最後ね水田さん早かったっすね。トルクにしては早かった。早かったっすね。多分気づかなかったらみんなトルクだって分かんない。分かんない。いや多分ね分かんない。意外とよく走った。でちゃんと完走したからよかった。そうまた私多分あれストレートがちょっと少なかったらマジ勝てなかったね。そうそう。コーナーリングは多分三蔵さんの方が早かった。確か確か。あれじゃないですか、ガイさんのマシン、軽くなったから。確かにこれのせいで後ろから伸びが良くなった。だってめっちゃ今日ジャンプ安定してます。すげえ安定してる。確かに今日の朝安定してたって自分でめっちゃ興奮してるやん。確かに朝普通にやってたら朝は全然耐えられなかった。クリさんはどうでした。僕ですか。全くいいところなかった。良かったですよね。はい。なんならスタートダッシュもいやそう。そんなに速かったわけでもない。そう本当に。なんか本当にスプリントですよ。ただ白いエンドベルのノーマルモード。ノーマル入れたかな俺。参考スタートだからあんま影響ないし。企画倒れですね。でもね次にはない。次なんかクーリキタがないんですよ。じゃあ金髪とこう合わせてこう。あそうなんですか。反応薄初めにそう言ってくれたら、いやまあまあまあそうですね。いや ぶっちゃけて言うと、あの一緒の色にしたかったんです。緑と、オレンジにしたかったんですけど、なんとですねオレンジがない。家になくて、トクルがなくて、泣く。なんならあの裏打ちの白もないという事件が発生して、裏打ちはねまさかの蛍光じゃないイエローでやってます。だからさっき裏打ちがイエローってそうなんですよ。もう謎のめっちゃ黄色ですよ後ろ。はい。ということで北海道北の大地は、はい、ガイさんが勝利しました。じゃあ次は、はい、掛川。はい、掛川はまた環境変わりますし。まあだけど似てるのかな。でも気温がね。気温によってはもう支給電池また確かに爆速支給電池になる可能性ありますんで。いやでもこれ結構ね、はい、バウンシングってどうなのかね分かんないですけど。バウンシングの動きはですね。トルクあれ、トルクあり、まあ、トルクありトルクありありヨウジ君はバランス良かったっすね。いや全然、うん、多分ねあの昨日と今日合わせて一番いい走りだった。いい走りしてた本当に本当にグランピだけちょっとねやっぱねトルクなんでまあちょっとね重りがきついなっていうのがあったから、そこだけなんかすればちょっとトルクね、うん、いけそうな気がする。確かに他もスプリントやめようかなと思います。じゃあ次回はハイパーかライトかどっちかで行くと思います。今ちょっとなんかね予防線を張った感じでしたね。ハイパーかライトかどっちかで行くと思いますので、はいはい、皆さんよかったらグッドボタンそしてチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、ま, また次回お会いしましょう。ハイさんでも今日あれでしょ、ガイ行けガイ行けっていうなんか声援が今日ありがとうございました、ちょっと嬉しい。実機は多分過去一良かったですね。やっぱあれ自分のマシンによって実況が変わるんだ。